はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで今回も海賊無双法をやっていくんですけど、どうやらですね、まあ、前回、こちら鍵を解放させたことによってバーってね、その、まあ、追加されたんですよ。でこれまあ1試合3試合ずつやっていこうかどうしようかみたいな話をしてたんですけど、まあそれのちょっとコメントはまだ実は反映されていないのでまだわかんないんですけど、その青記事の動画のコメントかなでですね、破壊への第一歩、こちらを確か破壊への第一歩だったよな、違ったらごめんなさい、これをクリアすると、どうやらカイドウの青龍が海図の2に追加されるから、まあ、これでフォルムチェンジできますよっていうことだったので、これちょっと先やっちゃっていいですか、ね、レベル7だからちょっと他と高いんだけど、まあ、ちょっとこれ先にやって、なんかフォルムチェンジビッグマム、ルフィ、あと石田さん石田さんって言うとあれだけど、はい、でもうここでフォルムチェンジするか分かんないですけど、まあ、とりあえず少なくともカイドウはここでフォルムチェンジするらしいので、ちょっとやっちゃいましょう。じゃあカイドウフォルムチェンジするんだったらカイドウでやりたくないちょっと同じになって申し訳ないけど、ちょっとカイドウの圧倒的パワーをちょっと見して、サクッと世界最高の戦争を始めようぜ。かっけーない、行っちゃいましょうか。多分これでいけるはず。ちょっと待って、まず見てみようか、敵ミスター3で、海賊隊長と、まあ一応まあ戦いやすそうな場所ではある。勝利条件敵の全滅ね。味方はカイドウドフラミンゴ。いや待って。いいね。なんか合ってるわ。間違い。で、このカイドウの海図が2が、この今、隣ね。今これ1なんですけど、が解放おそらくされると思うんだよね。だまあそれをちょっと、そうだね。解放のためにちょっとやっていこうって話。で、多分レベル7だから結構強いと思うんだ。でもさすがにこれはない。これはダメ。だから、まあでも、しかもカイドウだし、そんなに多分勝てると思うから、コインコレクターにしとこう。コインコレクターのカイドウが泥棒猫っていいな。カイドウ泥棒猫になるか。泥棒猫、まあここら辺はちょっとね、どんどん賞金稼ぎとかこれにしていこう。多分まだカイドウだから大丈夫、レベル7って言っても。いきましょう。でもこれはあれだよ、その、ちょっと、新しく追加されたステージではないけど、なんかね、その、一気に飛ばせないステージだから、もしかしたら一気に強くなってる可能性はある、レベルが。うん。あ、カイドウ強えや。強えや、こいつ。カイドウ強えや。うん、ごめん、奇遇だったわ。カイドウくーん。どうですか、攻撃力も上がって、もう230も、倒しちゃいましたよ、ミスタースリー君。大丈夫かな、攻撃力がアップアップしております。強いでーす。ベッチだったらどれぐらいかかっていたでしょうか。さあ次はまだいるな。いや強いよミスター君。さあ、まあカイドウが強すぎるといったところでございますな。あーっと来た。さあ倒しに行こうかな。さあ、あちらから行こうかね。いやちょっとまあカイドウだったら多分あっさり1000に行くと思うんだけど。あ、カクトジャブラ。あーどっちにしようかな。前回カクを助けた気がするから今度じゃあジャブラ行くか。おいしょ。だからじゃあまだ本気バースト打ってないよ。私まだ本気バースト打ってませんが大丈夫ですか。もう416なんだが、いずれかぶっ飛ばせ。 OK。 なんだ貴様、私に今攻撃したな。許されんぞそれは。攻撃やばい。もう全体攻撃がエグすぎるからすぐに30秒のさ攻撃ロックアップが入るの、それが強すぎる。そんなあなたにエボリューション。オーケー、これはまあ大丈夫だ。 S ランクだな。うん、これはもうモブ狩りは余裕といったところだ。ロー、でここに出現。ちょっと待って、でまず先こっち行くわ。大丈夫、早めにすぐさっさと出す。もう生き残った方が俺の仲間だ。いいか、生き残ったものを我が仲間とする。ライオンだってそうだ、我が子を突き落とし這い上がってきたものを仲間とする。あれ、2人もしかしてやっちゃった、2人とも。やべえ、どっちもやっちまった。ちょっとライオンさんやりすぎた。くそ、キャフェティッシュやっちゃった、どうしよう。ねえ、2人と生き残った方がさ、ライオン我が仲間にするって言ったら崖からどっちも登ってこなかったんだけど、どうしよう。
あ、仲間になった、仲間になったんじゃない、あ、仲間になってないな、仲間になってね、ごめん、これは叶わない、愚すぎるだろう、この場面どっちも降りてこんかったか、消されたい、どうする、ローが、ローいる、ローいないな、ちょっと待って、ローどこにいる、あ、やばい、味方、まあまあ大丈夫か、さすがにまだ大丈夫か、これ敗北条件、ここの陥落ね、ここね、オッケー、誘惑の森、まあここだけちょっと気をつけていこう、あとまずローを、ロー戦いに、か、よかった、核来た、あ、どっちもだ、マジでそんなことあるの、あれ、やめろー、おい、ロー君、そういうのよ、そんなあなたには本気バーストからの、もう許しませんよ、それは、それは許されません、本気バーストからの、はい、どうだ、どんだけ食らったというのがね、ロー君、お、耐えるじゃないか、ロー君、君、耐えるね、攻撃力が多分あれかな、ちょっと足りなかったかな、攻撃力アップがついてない分、で、エースのサボ出現、なるほど、じゃあ、殴り倒しさせていただくぞ、ローよ、ロー、なんかは言わない、生きろ、ロー、生きろ、本当に、深いことは言わん、生きろ、それしか言えん、今は、生きろよ、ロー、絶対生きろよ、行くぞ、エースサボ、どっちでもいいな、じゃあ、また生き残った方生き残った方を私は息子にしよう、ライオンは崖から突き落とすものだよ、それで生きてきたもの、あ、誰もいなくなっちゃった、誰もいなくなった、いやでもこの感じだとまたあれよ、大丈夫、どっちも仲間になってくれるさ、大丈夫、崖から突き落とそうが2人とも仲間になってくれるんだ、よしよしよし、多分ね、分からん、もしかしたら帰ってこんかもしれん、サイドどんどん強いの、本当にカイドウやるとだってレベル7に見えんからね、そうよ、どうにもならんよ、お、なんだなんだ、ここから辺全部、じゃちょっとここ全部解放しちゃおうか、これ解放しちゃおうかしらね、じゃあ行っちゃいますよ、はい、一気にすごい誘惑の森が一気に解放されていくよ、みんな見てくれ、早く出てきてこい、出てこい、出てこい、何も言わねんだよ、誰誰誰誰が来てるか、大丈夫か、金エモン味方だよね、仲間になってくれるのか、金エモン、ありがとな、おいおい、さあ敵が、まあじゃあここら辺倒しに行くか、もうほとんどここら辺もうほとんど解放させたからね、恨むなら良い自分を恨め、サボは強いぞ、サボは使いやすいぞ、めちゃくちゃだな、やつとやり合うのだけはごめんだぜ、ドフラミンゴも使いやすかったからちょっとあれだね、もう一回育てて使いたいもんだね、さあもう全員消しちゃおういいね、あの生き残った方を仲間にするシステムいいと思ったんだがなどっちもいなくなるのそれは予想外だったな、よしじゃあ海賊隊と倒しておいて、で多分もうそろそろ追加されてくる、でまだあれだよ、そうだでしょベッチ、おいベッチー、よーしベッチー、君を倒しに行こうよ、なんかベッチ君、よし行こう、あでもその前にちょっと待ってね、ここら辺を消しといて、よーし、オッケー、でここら辺でそろそろ30秒が、何、おいチョッパ、チョッパ何やってんだお前、やめろチョッパ、待て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 、チョッパ待てー、待てベッチちょっと待っててくれ、まずチョッパー倒したいかもしれない、チョッパーチョッパー、ちょっとまずペチョッパーだな、ペッチャーじゃない、ベッチとチョッパーが今混ざったわ、おいチョッパーお前何こっそりやろうとしてるんだ、チョッパーお前、チョッパーお前、海賊やめなよ、おいチョッパーかわいいよな、チョッパーかわいいよなと思いながらなんか消しに行こうとしてるんだけど申し訳ないな、チョッパーお前かわいいな、チョッパーチョッパーまあ本当にかわいいよ、おいチョッパーペロペロしてやろうか、チョッパーチョッパー、戦力に加えて、あっチョッパ硬い、チョッパ硬いね、じゃちょっと力を全力を出させていただこう、チョッパさあ負けから上がってこい、チョッパおらー、おお硬いねチョッパ、じゃあ欧州そんなあなたに最強の技を全てプレゼントしてあげましょう、よーし特別だよチョッパ、強かったチョッパ、強かった、強かったよチョッパー、あーしまった、解放させちゃったな、30秒しまった、ベッチに使おうと思ったんだけど間に合わんかなこれ、
一応やつとやり合うのだけはごめんだぜ。待ってくれ。おーいおーい、今30秒残り何秒だ、残り何秒か分かんないけど、ベッチいるぞ。ベッチ総大将、ベッチ攻撃力が今2倍になってます。そしてカイドウ2000人突破らしいです。すごいです。ベッチの体力が溶けました。終わりです。世界最高の戦争を始めよう。カイドウお前強すぎだろ。お前もう1000人も倒しちゃったか。2000だよ。2000だよ。カイドウ2000です。カイドウも2000倒してます。ありがとうございます。カイドウのピック動き、カイドウのピック動き、あーできない、ちょっと見えない。カイドウくんが近づく。ダールマさんが転んだ、ダールマさんが転んだ。あ、よし。さあこれで解放されたりしないか。また生きちまった。多分されると思うんだが、どうだ。ミネも、フラミンゴ、あ、いいね。カイドウもまだわかんないな。これじゃわからん。解放されましたって多分出るよね。出る、あれわかんない。ちょっともう一回別のとこでやってみようか。カイドウで海図見てみようかな。多分それで出ると思うんだが、え、これで出ないとかある。あれ大丈夫か。なんか条件いる、もしかして。え、じゃあとりあえずこっちやっていこうか。これやってカイドウいきます。世界最高の戦争を始めようぜ。どうなる。これ、え、でも解放されましたって出てないから何かしら多分条件が必要。あー、条件いるのか。これもしかして獲得率とかある。あれもしかしたら僕コメント違ったか、ちょっと間違えてしまったかもしれんな。はい、すいません。ですね、こちら破壊への第一歩、これとさらにグランドラインの破壊のなんちゃらってやつやったら、カイドウのフォルムがチェンジされるらしいです。申し訳ないです、それちょっと間違えてたな。じゃあこれやろうか、再雇用計画。じゃあちょっとカイドウ、まあこれはねもう使ったので白ひげいくか。俺の船によ。白ひげはマジで強いのでござる。しかも白ひげちょっと育てちゃってんだよね。これは多分余裕のよっちゃん以下になっちゃうと思うので、今日は3試合やろうか。よし、じゃあ行くぞ、出航だ。まだ能力は残しとこう、コインとかはね。もう本当に多分なんかね、コメント欄によるとグランドラインの後半、さらに新世界、そこら辺から本当に難しくなるらしい。なんかそのトレジャーログってさ、まあその言うたらやり込み系みたいな、やりなんか要はなんだろうな、やり込みの人がやるみたいな感じだから、特に新世界とかはなんかストーリーとは跳ね上がるらしいね。めっちゃ楽しみだけど。あとストーリーの超難しいだっけ、それも、すごい難しいらしいんだけど、なんか仲間が結構すぐやられたり、あとまず敵が硬すぎるから何回もフリーログして強くやっていかないと。まあでも超難しいより確か新世界かな。新世界がもう本当に難しいから、楽しみにしてください、楽しみにしててくださいっていう恐ろしい言葉がありました。はい、せいぜい楽しみ、楽しみにできるか。行くぞ。あ、待って、でも待ってるのがいいな。なんかいるぞ、これ。おいおい、ちょっと何してた。おい、どきよ、ちょっと、どきたまえ。いいでしょ。え、どこにいる、なんかどこにいるんだけど。あ、いた。とりあえずここちょっとなんか嫌だからここ消しとこう。ベッチ大丈夫か。ベッチ待ってろ、今行くぞ。誰だ、お前誰だ、誰だ。めっちゃ強いぞ、私言っとくけど、めっちゃ強いからね、ごめんね。実はちょっとコイン、コイン集めのためにさ、ストーリーモードのなんかあれ、キッドとさルフィで行って、そのカイドウとビッグマムと戦えるところあったじゃないですか。そこをなんか周回するっていう時に白ひげが結構おすすめって書いてあったから、周回のために白ひげ育てちゃったんだよね。だちょっとまあ白ひげはもう一回使ってたからいいかなと思って育てちゃったから、結構、あ、でも結構あれだな、入るね、思ったより。攻撃力を上げてる割にはなかなかダメージが入らない。強くない、やっぱり強くなってきた。カイドウもあれ多分あれだな、カイドウだからさ、あんだけあっさり勝てたけど、おそらくちょっとやばいぞこれ。普通今後通常のキャラって言ったらあれだけどさ、やっぱりこれ、このキャラクターたちって海賊無双最強キャラたちだからさ、そのキャラじゃないって思うと結構なんかその苦戦しそうな気はするよね。ここら辺ちょっと一応解放させとくか。まあ多分白ひげだったら絶対1000以上は行くと思うから、多分 S ランクは取れると思うから、ここじゃあもう解放しようか。あ、こっちおいでよ、いいよ、こっち来いよ、いいよ、来ていいよ。ミオクとろう、え、待って、ミオクと戦いたい、やっぱ行く。待ってて、行きます。ミオクと戦います。よ、ミオク、
ニューヨーク大好きよ、お前。本当に大好き。フェローナとの絡み大好きだもん。リーダー出現した。ミホーク戦おうぜ。ミホーク、いざ尋常に。おいからの、いくぞ。私が守る。どうだ。うわ、痛い痛い、痛そう痛そう痛そう。ミホーク痛そう。よし、へい。ミホークリハで、あとはリーダーも一応倒しとくか。リーダー倒しといて、あとボンちゃんも倒したいところが。ちょっと待て、とりあえずボンちゃん、ボンちゃん狙うか。ボンちゃん、よいしょ。で、どうする。本気バーストちょっと行ってみるか。本気バーストからの、いくぞ。プロロ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 、冗談じゃないわよ。いや強すぎるね、やはり。やはり白ひげが強すぎると言ったところだが、攻撃力を上げたらさらに強くなってしまった黒ひげ、あ、黒ひげの白ひげ。しばらくは手を組んでやってもいい。そっか、仲間になったのか。じゃあとりあえず拠点近くに行くか。こっち行こうか。あんなにレッスンしたのに。お、ポンちゃん仲間になる。あちし、悔しい。モロフランキーなんだよ。モロフランキーなんだよ。それはポンちゃんが仲間になってもよかったんじゃないかって言ったらあれだよな。まあでも多分あれだろうね、あのマネマネの身の能力が強すぎるから。強すぎるっていうか、戦闘っていうよりかはさ、特殊すぎるから多分仲間にしづらかったってのはあるのかな。わからんけど、多分そういうなんかそういう事情がありそうな気がするけど。本当になんか結構あれだね、トレジャーログは出てくるキャラクターが結構決まってる感じだよね。まあさすがにカイドウとかさ、ビッグマム白ひげとか特殊キャラだから、そんな簡単に出てこないのはわかるけどね。ベラミーだ、出たベラミー。私はベラミーにすごい苦戦した気がするからな。おれー、はいはいはい、さよならさん。ベラミーさんは絶対やらせないさん。本当にベラミーに苦戦したからな。仲間呼んでくるからさ、ベラミー。落ち込まれる。よし、オッケー。よし、ここ壊せる。あれ、なんかヒビ入んなかったっけ。これさあ、次は、あ、待って、なんかベラミー倒しに行く。どうする。ちょっと待って、クロコダイルがどこにいる。ここか。ベッチ、ロー、敵、ベラミー、ベラミーちゃん。まあ、回復隊長には負けんでしょ。いっか。ベラミー、待っててね。ほら、時代の残党かもしれない。いくぞ。はい、ベラミーちゃん、耐えなさいよ。頑張って耐えるんだぞ。ベラミー耐えろ、ベラミー耐えろ。お、耐えてる。耐えるんだ、ベラミー。おー、よく耐えた、よく耐えた。じゃあ、そんなあなたにプレゼントだ、ベラミー君。そんなあなたに、カタクリだと。片栗どこで。上か。俺のお菓子を待ってんだ。待って待って、でもまずこっちだな。ちょっと味方が怖いからこっち行こう。ん、何、ナミソ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 、味方だ。これどうだ。いや、片栗こっち向かってんのは。ちょっと待て、片栗とプレプロをぶっ飛ばし、飴と餅を入手せよ。飴と餅か。片栗先行く。プロスプロ、まあそうだね、どっちも動いてないからいいか。こっち行こう。よし、片栗勝負だ。なかなか強い強キャラ同士の戦い。さあ、海賊武装でも中でも、最強格のお二人で戦いでございます。しかし残念ながらこちらは育てているからな。新世界の片栗とかめっちゃ強そうだけど、総大将のロビンだと。ロビンが総大将だと。なんだと。なぜ片栗たちはロビンにあれなのか。なんか意外な組み合わせだな。よいしょ、よし、OK。 確かにバロックワークスであるが、よし、ロビン、なに、やめろ。要請するな、もうベラミーみたいな感じになっちゃうから。そうか、なるほど。ドラミンゴ、なんで、なんで敵になったぞ。ふざけるな。おい待て待て、ドラミンゴ、お前なんで、何やってんだお前。ドフラミンゴ、お前許さねえぞ絶対。これ以上ウザマの姿を探せ。待て、おい待て待て、おい、なんで待てよ。ちょっと無視だ、無視だ、絶対許さねえ、絶対許さねえ。メロスペロ、どけ、そこをどけ、メロスペロ、どくんだ。片栗許せねえ、片栗じゃねえ、ドフラミンゴ許せねえ。くそ、分かったら技を使ってやる。一瞬でケチを蹴散らしてやるよ。はい、さよならです。実力ありありよ。なんだったらママと友達だからね。やばい、合流しちゃった。待てー、何やってんだドラミンゴ。待て、ドラミンゴ、お前ドフラミンゴ許さんぞ。裏切り者には制裁が必要のようだな。ドフラミンゴ、まずは君から消させていただく。何、ふけるな、奮起したいのはこっちの方だ。倒した、倒したね、倒したね、やっと。んだ、あとはラビンク、ラビンク許されないや、許されないや。
さあ最後はどうやってこれでやっちゃおうかね。ドビン君お疲れ様でした。はい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 、終わりだ、戦いは終わり。さてかっこよすぎる、あとはお宝、かっこよすぎる、かっこいい。白ひげマジで強え、ほんとぶっ壊れだよ女のマジで。いやーこれは SS でしょ。あれ意外と1400か。OK。さあこれで、あ、ナミさんがいいね、金のナミさんバッジゲットで、あとはクロコダイルのゲットして、まあコインは相当溜まってるからね、まあ新世界編に向けていい準備ができてるんじゃないかな。じゃあ次イーストブルー編もう一個行こうか。もう一気にもう3試合ぐらいやっちゃいますよ。大丈夫ですか皆さんついてこれますか、大丈夫ですか。いやでもカイドウがちょっと意外だったから、まあ白ひげなんですぐだと思うんだけど、手柄勝負、手柄お前にくれてやる、なんであなた上から、おっとゾロとタシギノと共に悪党ども撃破せよ。いいね、私も剣をたしなんでいるのでござるよ、村雲という剣をな、なぎなただけど。よし、どうしようかな。こう上げなくていいかな。とりあえず今のところ一緒な感じでいいか。スキルもこれでいきましょう。特殊技とかね、多分改造の2になれば新しい特殊技とかあると思うんだけど、まあそれがない。わあ、分かりやすい地形ありがたいでござる。白ひげゾロタシギ、敵はドフラミンゴ、目の前にドフラミンゴです、ね、いきますか。いやこれは分かりやすい、戦いやすい地形だ。あの一番嫌な地形はあれよ、あの2階あるところ、まああれはね本当にちょっと迷うから、だから最悪トレジャーログやってみて、このステージだって思ったら1回抜けて別のは、あのまあ1回入り直すと新しいフィールドで戦えるから、それもありだと思うんだよな正直ちょっとね2回1回2回システムは本当にあれ迷うし、なんだろう、あのどっちになんかいるか分かんない、その相手もしくは僕が、ちょっと僕そういうの覚えるの苦手なんだよ。じゃあ行くか。おーい、ドフラミンゴ、さっきはよくも、まだまだ許せてないぞドフラミンゴ君が裏切ったことは許されないのだよ、まだ根に持ってるよ私、裏切られたことは結構根に持ってる。待って待って、ちょっとドフラミンゴちょっと待って、時間上げよう、攻撃力上げてみた、白ひげ攻撃力上げてみた、昔の YouTuber さんで何々してみた、ドフラミンゴに攻撃力アップ使ってみた。さあ検証結果はどうでしょうか、ドフラミンゴくん。あ、強いね。お、これはちょっと特殊技を使わざるを得ないな、おそらく。よし、OK。 あの状態になったらやっぱりアーマーが強いからなかなかダメージ入んないから、まあ特殊技で。マジで白ひげにやられると思ってもみなかった、一番ありえそうな感じだね。よし、さあそれではこれをぶっ飛ばしていくか。あとは、総大将が悪い回復って言ってたから、まあ、ドフラミンゴがクロコダイルあたりは来るかな。どうなんだろう。おバルト、バルトロメは悪い家族じゃないぞ。何バルトロメ、ウソップのサイン欲しい。あ、そういうことか。そういうことね。悪いやつというよりかは、もう、サインが、あの、ウソップ護衛する必要ないんだけどな。ウソップ、何やってんだ、お前何やってんの、お前サイン作って、サインやれよウソップ、お前。お、バージス、確かにそれは悪い回復かな。じゃバルトロメオ、すまねえな、ちょっとウソップのサインはちょっと、これが後で鼻引っこ抜いてあげるから、バルトロメオ、それをカモにするんだ、バルトロメオ。ウソップはいいやつだ、さよならな。ウソップ大好き。なんか、勘違いされそうだけど、大好きがゆえだから。よし、バルトロメオ。あの、嫌いな人だったら僕はいじらないから。大好きだからこそ僕はウソップの愛を、このなんだろう小学生の男の子がさ、その好きな女の子にちょっかいかけたみたいな、そういう感じだからね、先に言っときますよ、分かってると思うけど。なウソップ、お前の鼻が大好きなんだ、鼻が大好きなんだ、俺は大好き。よし、バージェス倒して、オッケー。さあそしてリーダーはどこだい、リーダーくん、リーダー、あれリーダーいたね、リーダーくん。あ、待って、でもこれ倒すとちょっとやばいか、ちょっと待って、これ倒しちゃうと、1000いかない可能性があるから、もしかしたらこのフィールド的にまだいけるか、まだ大丈夫か。いやでも一応ちょっと900ぐらい、もうちょっとリーダー倒すの待って、待とうか、待って、倒しちゃうかも、倒しちゃうかも、まだちょっと出てきてくれ、そうそういう感じで出てきてくれないと、これ一回さ限界なんか見たいよね、何体倒せばさ限界なのかっていうのをちょっと見てみたいからさ、まあもう大丈夫、これで大丈夫か、さすがに、うん、こんだけ倒しちゃ
もう1000いくでしょ、普通にやってれば。まだ総大将すら出てきてないし、まだいけ。じゃあリーダー倒しちゃう。オッケー、よし。さあ残り100人倒せばいいから。ここは広い目の島だ。あとはここあれか、前あれか、ホーキンスと戦ったところか。俺の指示だとふざけんな。いやいやいや、好きですよ。ウソップ大好きだよ。ウソップ大好きだよ。強そうな奴がいるがね、まずいがね。よく分かっとるがね。名古屋弁かな。おばちゃんがよく使ってたよ。うん。そうだがねとか使ってたよ。バイバイ。よし、オッケー。一瞬です。一瞬です。消えまーす。一瞬でミスタースリーが消えました。オッケーでーす。全部持ってくれつめそうだ。これであとは総大将が多分きたー。ルッチー、ルッチ大好きだ。お前こそ、お前こそルッチ。キザルが私に、ルフィ苦戦してないよ、大丈夫だよ、私がいるからね。ルッチ君、君には最高級のおもてなしをしないといけないと思うので、最高級のおもてなしでいきましょう。ほらオッケー。一番好きなキャラは、ルッチとキザルです。かっこいいよな。お、かっこいいよ、これかっこいい。クソ生意気だ。いいね、まだまだ。はい、かっけよ、かっけよ。さあベラミ来た。ベラミ、ベラミは仲間を読むイメージがあるからすぐ倒しに行け。いけ、瞬殺だ。突っ込め、無視だ。どの敵からも無視してベラミだけに突っ込め。ベラミはびっくりだろうね。なまだ敵いる、なんか味方いるから大丈夫だろうと思ったら、しかいきなり全力で走りに来たからね、一直線で。それ上ってなるわ。いいんですかみたいな。他のキャラいますよみたいな。ベラミお前だけはダメだ。ボーボーボーでよ、漬物だからな。ベラミ好きだけど、全部なんかドラムさん、あんた好きだけどって付けたけど全部許されると思ってますか。そんなことはないんですけど。まあアフターフォローいるじゃないですか。そこらへんちょっとね、ちゃんとしっかりしとかないとさ。ルッチの撃破に、もうルッチの撃破はだいぶ前に終わった。もう全部、あ、全部縄張りとやった。これでさ、すごいなんか強くなるっていうスキルがあるんだけどね、それやってみたいんだけどね。さあ総大将もう出てくるでしょ。出てこいよ、出てこいよ総大将くん。これ総大将が出る踊りやる。いくよ総大将。さすがですね、みんなも勢いつきます。出てこない、総大将。これ出てきた。さあ来たぞ。しかも目の前に出てきやがったな。ほらほら、あ、でも待って、バギー先に倒した。ちょっと待って、まあいいか。よし、行くぞ。さあバギー君、この攻撃耐えられるかね。いくらバラバラの身でもみじん切りにしてあげようではないか。バギー、これして勝利条件、勝利条件、なんだバギーじゃん。あ、これだよね、多分このバギーを倒せばいいんだね。じゃあこれで終わりだよ。終わった。よーし、野郎ども、俺たちの勝ちだ。あ、すいません、あの浜田正俊さんの。よーし倒した。 SS だよね、もちろん。高評価。よーで、サボも、なんかサボの白ひげの2来た。あ、そっか、これでできる仲間レベルで出るのか。よし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 、じゃあ白ひげちょっと次回見てみるか。白ひげの海図2、さすがにまあフォルムチェンジはないと思うんだけどね。あるのが確かルフィとビッグマムとキャベンディッシュとカイドウか、その4人だったはずだから。まあでもこれ楽しいな、マジで。冗談抜きでマジで楽しいんだが、まあ次回この3つやってって感じになるから、それかコメント欄次第でね、あのあれですけど。まあでも結構3つずつやってたら意外と早いからな。ここはやんないから、ここで次グランドライン行く感じだな。はい、いや、イーストブルーだけでもこんなに長いと思わなかったけどね。はい、ということで、とりあえず今回はこの辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。